箱の中の少女。箱だらけの箱みたいな家で。箱に取り憑かれていたんです。あの箱には手を出さない方がいい。毛量の箱。古本屋で神主で陰陽師ですか。毛量退治に来ました。異常事態発生か。面白いね。最低でも2人やられてますね。それも少女ばっかり。ちょっと待ってくれ。みんな美少女かい。私をどうするの。おじさん箱に入れる。箱の中にはみっしりと女たちが詰まっておりました。信者たちはどんどん不幸になって自殺者だって出てるんです。走ってくる電車に接吻もできるよ。僕は。誰か落ちたのか。はい。かな子は死なせはしません。かな子の父親は誰だ。あの箱みたいな館に入るんですか。犯人は確実に教団内部の人間ね。邪魔をするなよ中禅寺。なんだこれ。箱みたいな建物ですね。あの箱には手を出さない方がいい。嫌いよ。なぜ君たちは私の邪魔をしんだ。やかましい。早く毛量退治してくれ。箱か。箱に入りたいんだよ。箱に取り憑かれていたんです。やめて。毛量の箱。僕はもうダメだと思う。じゃあここにいろ。君は結末を知ることはできない。知りたい。あの箱には手を出さない方がいい。超高速展開サスペンス誕生。全ての謎は箱の中。やめて。毛量の箱。3つの事件の鍵は箱の中。やめて。毛量の箱。号外号外。古本屋で神主で陰陽師ですか。あの箱には手を出さない方がいい。あの箱には手を出さない方がいい。あの箱には手を出さない方がいい。あの箱には3つの事件の鍵は箱の中。なんだこれ。箱みたいな建物ですね。あの箱には手を出さない方がいい。全ての人の想像を超える。どうして僕をこんな舞台に引っ張り出すんだ。超高速展開サスペンス。箱の中にはみっしり。箱が。箱に入りたいんだよ。箱に取り憑かれていたんです。やめて。毛量の箱。